はい、というわけで皆さん、こんにちは、サーキングでございます。NMB48、ダン MV 公開&イベント詳細発表でしょ。いや、この一日でどんだけ発表すんねんとね、突っ込みたくもなるわけでございますが、いや、素晴らしい発表がたくさんございました。今回の動画ではですね、先ほど公開されました MV の感想と、そしてもう一つは、同時に公開されましたイベントの詳細について皆さんと情報共有していけたらいいなと、そういう風に思っております。というわけで今回の動画はですね、MV 感想&情報共有動画となっております。それでは早速オープンへ参りましょう。はい、というわけで今回もどうぞよろしくお願いしまーす。お、始まりましたね。ハークイーン。ああ、ドキドキします。はい、この後ですね、ダンの MV がプレミア公開。まあもう始まってますけど、カウントダウン。楽しみですね。楽しみや。はい、一体どんな MV なのか、そこら辺注目してちょっと見ていけたらと思います。この後たっぷりと感想は喋りますが、いろいろ発表されたことも山ほどありますので、そちらとまとめて話していけたらと思います。じゃあまずは見ていきましょうか。はい、見ていきましょう。というわけでまずは MV の感想を語っていこうと思います。まず第一印象としましては、モノクロを基調としたクールでシャレオツで、かっこいい、そういうような MV だなって、個人的には感じたところでございました。ではね、この楽曲のセンターといえば皆さんご存知、顔面国宝の山本美香奈ちゃん、ミカニャなんですが、いやー似合いすぎでしょ。美しすぎてかっこよすぎて、ほんとね、一つの芸術を見てるようなそんな感覚になりました。ほんとにね、いやー素晴らしい MV だなっていうのを個人的にはやっぱミカニャンのその美貌も含めて感じたところかなと、そういう風に思います。で、今回ね、脇を固めてるのがチッヒーとレイちゃん、この2人になると思います。ミカニャンの両サイドはこの2人がねやってると思うんですけれども、この2人もなかなか素晴らしいと言いますか、まあちょうど身長もね2人同じぐらいですんで、ちょうどいい感じがするのと、まあミカニャンの横ってことになりますんで、そういった意味でもあの2人っていうのはすごく似合ってたんじゃないかなって個人的には感じたかなと思います。まあ全体的にクールでかっこいいっていうような、そういう楽曲に感じるんで、まあ楽曲のその雰囲気っていうのをしっかりとこの MV は彩ってくれてるんじゃないかなって個人的には感じたかなと思います。ほんまに最高の MV だなと思います。なぎちゃんとかりんちゃんの新名っていうのもなかなか僕は好きだなと思いましたし、1番の時かな、あのちゃん、泉あのちゃんの表情もすごい良かったなっていうのもあったりとかですね、まあみんな素晴らしいですけれども、ほんと全体的にみんなの美しさ、かっこよさとか、そういうのが表されてる、本当に最高の MV がまた一つ出来上がったなと、そういう印象でございます。で、まあ MV を見ててですね、僕がちょっとこれはいいなというふうに思った点がちょっと一個あるんで、皆さんにもちょっと共有できたらと思うんですけど、結構今回の MV って細かいとこ捉えてまして、まあ例えば、はるちゃんがバレエをしてるシーンがあったりだとか、ケイトちゃんとミチャピーの二人がまあ新面になるんですけれども、この二人の絡みっていうのもあったりしてね、なんかこれも未来の NMV を感じさせてくれる、そういうような部分でもあるんですが、僕が一番注目したのは、2番のサビの最後の方に、ダンスパートが映ってるシーンがあると思います。まあ今、スクショのね、画像が出てると思うんですけど、ミカナちゃんとワカポが絡むダンスっていうのがどうやらありそうです。これが僕個人的にはすごく刺さってまして、まあドラさんって今回5人選抜に入ってるんですが、ミカナちゃんとワカポの関係性って、多分その5人の中で一番強いものがあるんじゃないかなと思いまして、YNN のゲーム実況かな、YouTube の方で2人でやってたりとか、まあそういった関係性を見てもですね、この2人がダンスの中で絡んでくる部分があるっていうのが、なんかちょっと個人的にはすごくエモいものがあるなっていう風に感じた部分だったんですけど、これ僕だけですかね。皆さんもね、ぜひともこの、ミュージックビデオをどういう風に感じられたのかコメントお待ちしております。というわけで続いてはですね、もうこの日だけでも様々な発表がございましたので、まとめて皆さんと共有していけたらと思います。まず一つ目はライブの開催ですね。こちら2023年5月2日火曜日に、まずは NMB48 ライブ2023カッコ仮が開催されますよと。まあ、いつものような全体ライブとなりそうですね。非常に楽しみでございますが、何よりもその翌日ですよね。2023年5月3日水曜祝日、なんと NMB48 リクエストアワー2023優勝。いやいや、まさかの
帰ってきましたね。いや、リクワンをまたやってくれるとはちょっと正直びっくりしておりまして、まあ私ね、うちのチャンネルの企画で勝手にリクワワとか言うて2021、2022ってやったんですけれども、まあ、それはもうね、公式さんが全然、まあ、リクワワやりそうにないからまあやってみようかっていう企画だったんですけど、ついにもう公式さんがやっちゃうことになってしまいましたけどね。いや、果たしてうちのチャンネルの2023はどうなってしまうのか、皆さんぜひともそこら辺も注目していただけ、まあそれは置いといてですね、 NMB のリクワワとしてはなんと7年ぶりの開催ということで、そんな時間経ってんのかって思っちゃったのが正直なところです。まああの時は多分5期生が入りたてとかですからね、おそましい、ちょっと本当にビビり散らすところなんですけれども、まあそれぐらい開催されてなかったっていうのを考えるとですね、それからも様々な名曲が生まれていってますから、果たしてどの楽曲が1位になってくるのっていうのはね、ぜひともそこは注目していきたいなというところでございます。続いて2つ目はですね、皆さんお待ちかね、個別握手会ですよ。いしょ、いや、個別握手会という響きがね、ちょっとこれ何とも言えない感動、これがもう昔は当たり前でね、大阪でたくさん開催されてですね、まあ、そのたんび握手しに行っていろいろな話を交わしてっていうのが皆さんもあったと思うんですけれども、その当たり前が当たり前じゃなくなったっていうのがありましたね、3年前に。まああの時は本当にもうどうなるのかなって個人的にはね本当にそう思ったんですけれども、3年ぶりですよ、そんな会いたかっていうね、そう考えると非日常だったんだなと、日常が奪われてしまってたんだなと、そういう風に思うところでございますので、また個別握手会を行われると、いやもうこれは感動でしかない、もう生きててよかったなってそういう風に思えたところでございました。で3つ目ですね、こちらも久しぶりすぎる個別写メ会。ちょっと待ってくれよ、もうね泣かせに来てんのかって言いたいんですけれども、写メ会も行われることとなりました。まあここに関しては開催の数がね、大阪が2個で東京が1個っていうところ、まあ東京というと横浜なんですが、まあそういったところでまあちょっと開催する数少ないじゃないのっていう声も多分まああると思います。僕も正直そう思いますけれども、まあここはもう少しずつでいいんじゃないでしょうか。まあね、ああやって、ね、日常が奪われるような状況があったことを考えるとね、ちょっとでも一個でも開催してくれるっていうのは本当に当たり前じゃないと思いますよ。当たり前じゃないんだよこの状況というふうに、まあ僕は思いますんでね、まあ当たり前がまた戻ってくるわけなんですが、まあ、この状況を噛み締めながらね、ちょっとやっていきたいなと思うので、ちょっとずつそこも増やしていってくれると僕は嬉しいかなと、そういうふうに思うところかなと思います。リアルイベントもそうですし、この MV も素晴らしかったし、本当に今日は最高の一日となりました。はい、というわけでこんな感じでよろしいでしょうか。本当にね、もう本当に NMB を応援しててよかった、そして生きててよかったって、そういう風に思えた一日でございましたし、このダンによってまた新たな NMB の明るい未来、希望というのがなんか見えた気がして、本当に嬉しい一日になったなと、そういう風に思うところでございました。いや、これからも NMB の行動に目が離せないという気持ちになったところで、エンディングにしていきたいなと思います。それではエンディングです。はい、というわけでエンディングでございますということで、いやもう MV もかっこよすぎるし、クールで美しい車両通、本当にね最高の MV だったんですが、イベントがもう神すぎるでしょ、個別握手会に写メ会に、いやーリクアはもうちょっとこれはちょっともうお腹いっぱいですわこの時点でって感じなんですけれども、いやそんなことなくね、本当にまたあの日常が、NMB の日常があの頃の NMB が戻ってくるのかと、そういうワクワク感で今はいっぱいでございます。この気持ちがぜひとも皆さんとも共有できてますように、そして皆さんの感想思いというのもこのコメント欄に残してほしいなと、そういう風に思っております。それではこの動画締めくくっていきます。はい、というわけで今回の動画はこの辺りで締めくくられるという風にわけでございます。はい、というわけで今回の動画はですね、 NMB48 のダン MV 公開と、そしてイベントの詳細等々が発表されましたということで、そちらの方を皆さんと情報共有していこうという内容でございました。ほんまにこれはもう最高の気分でございます。 NMB 応援しててよかったなって改めてそういう風に感じることができました。これからも NMB 全力応援していきたいなと、そういう風に僕も思ってますんで、皆さんもぜひとも一緒に全力で応援していきましょう。いやー最高の一日でした。それでは締めくくっていきます。はい、というわけで今回の動画はここまでです。ご視聴いただきましてありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。